上智大学上智大学国際教養学部上智大学国際教養学部は上智大学に設置される国際教養学部である旧上智大学比較文化学部上智大学国際教養学部は1949年に創設された上智大学国際部を前身に1987年に上智大学外国語学部から比較文化学科が独立して 上智大学比較文化学部として開設2006年に上智大学国際教養学部として開祖された。学科としては国際教養学科の一学科のみが設置されている。日本の国際教育の先駆者として半世紀以上にわたり幅広い教養と論理的思考力を育むリベラルアーツ教育を英語で言ってきた。一年時は基礎教育二年次後半から 国際経営、経済学、社会科学、比較文化の3コースから、専門分野を選択するというカリキュラムである。旧上智大学市ヶ谷キャンパス前身の国際部、外国語学部日本語、日本文化学科、外国語学部比較文化学科及び、比較文化学部出身者も記載する。AB、企画展、国際部創設70周年。上智大学。ニュース。 2020年1月2日閲覧。ABCDEF 本学の遠隔と、年譜上智大学 ABC 上智大学、ABCDEF、市ヶ谷キャンパスの廃止について、上智大学、ニュース。2020年1月2日閲覧。ホワイランアット、ソフィアユニバーシティ。ソフィアユニバーシティ、アドミッションズ。2020年1月2日閲覧。平成15年度。 特色ある大学教育支援プログラム採択取り組みの概要及び採択理由上智大学文部科学省2020年1月2日閲覧ありがとうございます。